どうも、山上です。さあ、今日は松助に教えてもらった、サイの風呂屋とやらに行ってみようか。まず自分の部屋に戻ればいいんだね。お風呂セットを準備して、ん?時間進めればいいのか。風呂屋で情報屋に会うのは夜だったな。夜まで休もうか。休みます。お風呂屋さんに行きます。よし、休むか。サイの風呂屋さんと裸の付き合いするってこと?脱ぎたまえよ。日が落ちたな。新堀の言ってた屋敷町南にある風呂屋へ行くか。はい。風呂屋へ向かえ。うい。持った?手拭いとか、なんか、石鹸持った?行くよ。夜の今日っていうのもなかなか行きじゃないですか。うわぁ、寄り道しちゃいそうだけど、風呂屋さんに行きたいね。おやすさんの敵討ちを忘れずに生きて参りたいと思いますよ。夜どんな感じ?こんな感じ?うわぁ。サブストーリーがね、やりたいと思いつつ、もうないかな、街中には。先子ぐらいしか見つけられまへんな。はい。この通りは、もういいって。いい。忙しい。おい。まあいいよ。お風呂の前にいい汗かいていきたいと思います。俺今素手かー。やぶね、受けんなんかし。よいしょ。俺てめえ、てめえこれ、俺サイの風呂屋さんでもさすがに知らないよな。おやっさんを誰が切ったのか、誰が土佐藩の高知城で大暴れしたのか。だから誰だ、何か。この町にいる、なんだっけ、天然理心流のお侍さんを教えてくれるのか、一覧表くれたりするのかな。なあ、はい、はいはいはい。寄り道多かったですが、お風呂屋さんに、この裏に、あ、こんなところにお風呂屋さんあったんだ。知らなかった。風呂屋ってのはここか。入ります。こんなところに情報屋がいると思えんがな。看板かっこいいね。ドラゴン飾ってある。どうも、お越しやす。バンダイ。新堀松助ってもんだが。へいへい、そらどうもご丁寧に。新堀様でいらっしゃいますね。風呂は奥でございます。どうぞ。湯気が見える。丸腰にさせて会うってのが大事なんだ。かっこいい。あら、やらしい。湯気がいい仕事するの。おいでやす。やらしい。ごゆっくり。新堀松助だ。話は聞いてるよ。この風呂は貸し切りってわけか。ああ。他には誰も入ってこねえ。安心だろう。あんたがサイの風呂屋。そうだ。あんたは斎藤はじめ。自己紹介はいらねえってわけか。まあお互い知りすぎるのはやめにしとこうや。なかなかいい湯だな。なんか安心する声だな。何でも知ってるおじさんなんじゃない。新堀から聞いているだろうが、天然理心流の使い手を探している。ああ、だがその前になぜそいつを探しているのか理由を聞かせちゃもらえねえか。余計な詮索はなしだ。その分金も払う。俺の情報料は浪人者に払える額じゃねえぞ。そこをなんとか。まあ今回は前金でもらってるがな。新堀からか。そういうことだ。何者なんだあいつは。長州藩の新堀松助。それ以上は知らん方があんたのためだ。そうか。だが
そっちが先に詮索してきたんだ。好奇心がねえとこんな仕事続かねえんでな。まあ、わかったよ。さっきのは忘れてくれ。試しに聞いてみただけだ。初めから仕切り直そう。天然地震流の使い手だ。どこにいる？ああ、まず順を追っていくが、天然地震流ってのは唯一市営官邸道場に伝わる田舎流派だ、うん、その市営官の連中が1年くらい前に江戸から京に登ってきた。あんたが知っているのはそこまでだったな。ああ。その後京に入った市営官の連中はある組織を作り上げたんだ。ある組織。その目的は幕府を後ろ盾とした京の治安維持、主に倒幕を画策する勤皇志士を取り締まることだ。新選組。何それって？ああ、そのある組織ってのは新選組だ。市営官の人間が今京で志士たちを切りまくっている新選組の幹部っていうわけだ。そもそも新選組局長の近藤勇って男、こいつが天然理心流の四代目宗家でな、近藤を含めた免許改伝者6人が新選組幹部となっている。副長の土方歳三、総長山並圭介、一番隊隊長沖田総司、二番隊隊長長倉新八、六番隊隊長の井上源三郎、そして八番隊隊長の東堂平介、みんな京で名を挙げている人斬りだ。それじゃ天然理心流の使い手は今は全員新選組にいるってことか？ああ、京に来た頃連中はまだ田舎流派と馬鹿にされていたが、すぐに大流派の勤皇志士さえ末物みてえに切りまくった。そこへさらに千人の人斬りが集まったのが今の新選組だ。千人もいるんだ。戦国時代でさえここまでの人斬り集団はなかったろう。わあ。いや、誰だ、目が。ん？その新選組幹部の中で1年前に土佐へ行った男はいるか？え？そんなの調べちゃいねえよ。それに調べろと言われても難しいな。そいつは新選組の懐に深く入って初めて聞き出せる情報だ。時間がかかりすぎる。そうか。するとあんたが探しているのは1年前土佐にいた天然理心流の使い手ってわけか。どうしてもそいつを探れってんなら相当弾んでもらわねえとな。いや、目的の男が新選組にいるのは確からしい。ここから先はこっちで潜入捜査。ほう、どうやって調べる気だ？ああ、ちょっとお客さん。え、今貸し切りでさかい。え、なんだ？いや、わからねえ。今敵来たらまずいよね。すっぽんぽんだよ。いや、すまん親分、そいつがどうしてもお風呂に入れろ言うて。入り口に貸し切りの札がかかっていたはずだが。そしたらわしが風呂屋に来る前に知らせに来とくんやったな、龍二。わざわざ店まで来た客に帰れ言うんか。ち、入るんならさっさと入れ。いつまでもそんなもん見せつけてんじゃねえ。私にも見せて。サイの風呂屋いうのはお前か。とぼけても無駄やで。チーと調べてもらいたいことがある。魔女。うっ、なんじゃこれ、このドアはよ水でうめんかい。乱暴者。おい、あ、どこの大将だか知らねえが。え、エロ。何をそんなにイラついてやがる。何やと。これタダで見ていいのかな。私お金払った方がいい。じゃあな。ああ、待てや悪い。誰がイラついとる言うた。え、
一遍言うてみ。誰がイラついとるって。手を離せ。遊びじゃ済まなくなる。リュウジ君大きい。ええ、望むところや。おい、何お互い見せつけ合って。少し騒がせ。参ったなこれ。いや何やってんの、何やってんの。ちょっと一回服は着なよ。何これ。嘘マジここでやんの。な、おい。いや、なんだこれ。おーい、え、嘘マジで言ってる。え、ここでやんの。いや、お互い巨漢の男。いや、ルージュ君この時代でも金髪なんだ。いや、嘘マジか。うわ、湯気がめちゃくちゃいい仕事しとる。おい、リュウジ君もか。え、何、おー、湯気なんか一瞬でも、絶対一瞬の隙をつけ。おー、やめろ、あ、光ってる。あ、ちょっと待って、リュウジ君、それどころじゃない。お前たちのドラゴンを見せてみ。あー、ダメだな。見えないのか、そんなに。あー、お尻は見えるわ。一瞬だけ見える。何、じゃ喧嘩じゃないじゃん今。こっちはこっちで必死なんだわ。湯気がずっとつい。なんだここ、何度なんだよ。くそ、待ってって。分かったから。お尻はたまに見えんな。ちょっと龍二君、俺たちのドラゴンを、え、なんだって、え、なんかうぶら下げたままや。ペチペチ言わない。ペチ知らんけども。じゃあ待って、巨漢の男、龍二君何役だっけ。あ、そうか、まずなるへそね。え、新選組旗揚げメンバーと。ちょ、ごめんなさいね、今裸で心の整理。裸で心の整理なんて私初めてでございます。だから旗揚げメンバー、ちょっと戦うんで。でもメニュー画面は開きません。一緒にこの時間を楽しみましょう。だから旗揚げメンバーの中にいるのか。斎藤はじめとして入隊するのは。なるほどね、だから新選組に入るんだ。うわー、なんか複雑だね。仲間になるわけじゃないんだ。結局はおやさんの敵を討つために、仲間になったふりをするために。はあはあはあ。天然理心流、幹部の中でも天然理心流じゃない人いるよな。山並さんと長倉新八は違うよな。あと誰、原田佐之助も違うし。どうしよう、おやさん来たね。よしよし、戦おうか。俺はお前タックル近いやん。あ、俺あんまり素手の攻撃が。ああ、かい、前転すればなんかさっきどうやった、だるまよけ、まだ覚えてないかな。なんかスウェーしてれば。ああ、湯気がすげえ邪魔だな。こんなに隠さなくても大丈夫ですよ、龍がことさん。一瞬だけでも見せてはくれまいか。うえ、お前の攻撃パターン分かってる。おうおう、いけ、引っ込め、おら、あぶれ、よしよし、背中から開き。龍二君やっぱ大きいね、身長ね。いやー、やだ怖い。今、はい、オッケー。はよ、逃げる。よいしょ、行って。俺、いやー、ここで行って。大丈夫、足元滑らない、お互い。いや、龍二君の体力やべえな。掴まれちゃい、あ、やばいな。これ、回復のものとか今使えんのか。すっぽっぽんだから持ってないか、万能炭とか。いや、今、掴まれる。なんか、うい。俺が掴めたりすんの。おー、すごい、どこ掴んでる、胸元。よし。あー、クソが危ねー。よし、地道ね。なんかヒート今出せる、ヒートなんか出せるのかい。あ、壁にポンができるか。まあいいか。どうしても見せない気だな。クソ、うまいこと隠しやがる。お願いだよ、一瞬でいいんだって。一瞬チラッとこれ一時停止とかすれば。え、どうしても見たい人みたいになってるじゃん。そういうことじゃないじゃんな。おら走り回って。あ、いやでも嬉しいな、龍二君また会えるの嬉しいな。これお風呂の中にぼちゃんとかできそうだ。いい、掴んですぐ、よいしょ、オッケー、龍二君、高血、大丈夫か。まあ、血で汚れてもすぐお風呂入ればええだけやからな。自分、おいしょ、いや、湯気相撲
方の男同士で、まあないか、今そんなこと言ってる場合じゃねえよな。あいあい、おいしょ、あいあい、あいあい、あーあーあー、投げれないか。他に、あ、よし、オッケー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 、なんかヒート決めるか、あるかな。おリュウジ君のお尻も見えるわね。足長いわね、あんた本当に。外国人、え、それはこの時代でもブリーチとかあったのかな、その金髪は。ええ、じゃあ下の毛も金髪ってこと。地毛、それ地毛な、地毛なんか、地毛なんか自分。ギャランドゥ、ギャランドゥの色だけ教えてほしいな。何を言ってるんだろうな。ほらほら、楽しい、ずっと楽しいわ、このゲームがずっと楽しい。伊蔵ちゃんも連れてきてあげようよ。よいしょ。あ、くそ、壁にポン、壁にポンができないか。終わっちゃうぜ、終わっちゃうぜ、うおれ、終わっちゃおう、ポン、終わらないじゃん。百戦錬磨、なかなかすごいな。いい、終わり。左ストレート、うーん、リュウジ君と会えるとはな。非常に興奮しました。ちょっとリュウジ君の乳首も丸見え素晴らしい、ありがとう龍が如く無理、何もいい。そいつはこっちのセリフだ。おい、ああ、お前らいい加減頭冷やせ。続きがしたきゃよそでやるんだな。まったくです。おい、なんだ。これからいっぱいおごらせてくれ。おごられてやるよなんだかんだなんだかんだ気合うよね、ここね。うわー、二人で、そう、うん、お座敷、あ、来い。ちょっと髪の毛崩れたリュウジ君も色っぽかったね。いや、この二人嬉しい。うわ、楽しそう。膝突き合わせて語り合う。巨漢の男。大した羽振りだな、あんた。せやけど、男にはめったに怒らんで。せやからわしはあんたを気に入ったっちゅうことや。うん、あんた、国はどこや。身の上話をするにはまだ酔いが足りねえ。アホか、わしより飲んどるやないか。あんた、サイの風呂屋に踊ったが、何の情報交換や。そこまで話す義理はねえ、うん、それよりあんたこそ情報屋に仕事を頼みたかったんじゃねえのか。ええ、あんたと殴り合うたおかげで頼み損ねてもうた。そや、わしが買いたかった情報が何やったか話したら、あんたも話すか。いや、そいつはごめんだな。ま、ええわ、別にわしの方は隠す必要もあらへん。喋りたかったんだな。わしの欲しかった情報は新選組局長近藤勇についての全てや。何？あいつほんまムカつく男やで。あの何もかんも見透かしたような目。あんたが古屋で言うたらわしのイラつきの原因があいつやったんや。あったのか、近藤勇に。おう、大田で。あんたと風呂屋で大田、ほんの少し前。あんた知っとるか、近藤は百姓上がりのにわか侍や、うん、それが剣を取った途端なんたらいう流派を継いだっちゅう。天然理心流だ。おう、それや。そのにわか侍が
目合わせただけでこのわしに汗かかせよった。今日はおかしな日や。近藤といい、あんたといい、強い男にやたらと会う。あんた、どこで近藤勇に会ったんだ。会いに行く。なんや、あんた近藤に会いたいんか。相手は幕府お抱えの人斬り集団や。その局長ともなれば簡単に会うことはできん。せやけど手がないこともないな。なんだ。無理やり新選組の屯所に押し込むか、それとも新選組に入るか。せやせや。あんたはどうやって会いに行った。わしは近藤に会いに行ったんとちゃう。向こうから会いに来たんや。なんだと。あんた何者なんだ。やっと聞いてきたな。せやけどわしはもうヨタで。ちょ待って、酒の次は。はい、そろそろ女や。やんやんやん、もうやん。今日の女子はええ。いや、今で育った国の女子とは大違いや。もう先生、宿すえ。おいどんな。おいどん。薩摩藩軍部役を主張わ西郷吉之助でごわす。わ、急に急、西郷吉之助。急にゴワスとか言って。薩摩の西郷吉之助。高森さんか。いずれまた。ゴリゴリ関西弁だったじゃないですか、龍二君。わあ、ご存知ですか、薩摩藩いうところはあの西郷先生の一声で舵を切らはりますえ。ああ、その分敵も多いお人やさかい、わざと大阪なまりで喋らはるし、めったなことで名乗らはりまへん。んー、そういう。お客はんは先生にたこを買われはりましたな。なるほど、関西弁は辻褄が合ってるわけね、素性を隠すために。いや、お吉之助からの最後高森藩、私たちの知っている上野公園の犬連れたおじさんになるわけか。いやー、高森さんっぽいよね、龍二くん。いやー、たくさん龍二くんが喋ってくれて嬉しいし、龍二くん、いや、右手があったね。よかった、ガトリングじゃなくて。嬉しいでござるな。今日はもう寺田屋に戻って寝るか。いやー、いや、道島と関西の龍が、たくさん喋ってるだけで嬉しいでございますね。なるほど、やっぱり近藤勇に会うためというか、仇を探すために新選組に入るわけだな。了解した。寺田屋に戻るか。夜の街を遊んでいきたいとも思いますが、龍二君との戦闘でお腹も減っちゃった。お腹減っちゃった。なんだ騒がしいな。え、何万だぶ何万だぶ。お役人はまだ来てへんの。新選組がやったんとちゃうか。それやったら近くにおるやろ。死体そのままにしておくの。あ、弥平？弥平じゃん！やっぱりそうぜよ、わしじゃ。俺、土佐の島田弥平。恩師、今日に来ちょったかい。お前、島田弥平は口の軽い男じゃったき、面倒を起こす前に
始末する必要があったがです。お前が島田をやったのか。だが、いや、わしは敵じゃありませんよ、龍馬さん。あんたとやり合うつもりはないき、今夜ムクロガイに来ていただけますか。ムクロガイ、場所は寺田屋の人間に聞けばわかります。俺に何の用だ。来ればわかりますき。では。ちょ、敬語やめて。距離を感じる。あの男、俺の名を知っていた。そりゃそうだろ、だって伊蔵ちゃんだもの。わからないの、あなた。あたしは口元だけでわかるわ。何？なんだ、今日に来てる。すぐ会えたじゃない、龍馬ちゃん。そう、じゃあ伊蔵ちゃん連れてさ、新選組入らない？うわ、ごめんね、なんかシリアス展開なのに浮かれちゃって。ムクロガイ、ほう、ムクロガイに来いと言っていたな。一度寺田屋に戻って聞いてみるか。うん、伊蔵ちゃん、伊蔵ちゃんに会いたかったよ、坊主。伊蔵ちゃんに会いたかったらムクロガイに行けばいいんだね。わかった。でも楽しみは明日にとっておきましょう。ムクロガイ明日行きます。野兵だ、いや、野兵の、あ、ごめん、伊蔵に浮かれて。野兵のご遺体は役人が引き取ったのだろうか。勤労党だよね、野兵もね。仲間同士といえども口が軽いだけで切られてしまう時代。伊蔵ちゃん、なんてこったよ。でも、もしかして俺を追いかけてきてくれたのかな。それとも竹地半平太も今日に来ている。伊蔵の独断で切るか、竹地が指示した。まあいっか。よし、今日は残りサブスト回収に行きたいと思います。野兵のことは忘れないぞ。星屑になったんだろう、野兵な。よし、こんな夜でもいるじゃないか、咲子。咲子のサブスト完結させちゃいますか。咲子準レギュラーじゃない、毎日咲子に会ってる気がする。おら、あ、来たわね。ねえ、ちょっと聞いてよ。あなたが話し相手になってくれてからすこぶる体調がいいのよ。ふふふ。あ、でもあなたに話を聞いてもらうのもこれが最後なのよね。そう考えると名残惜しいわ。私の最後の長話付き合ってくれる？んー、付き合ってあげる。最後最後言われると悲しいな。これで最後だからな。分かってるわよ。最後のおしゃべりだし、私張り切っちゃうから。これが最後の長話、行きましょう。言っても無駄だと思うが、できるだけ手短に頼む。お風呂浸かりすぎてのぼせ気味なんだ。最後だって言うのに釣れない人ね。でもここまで付き合ってくれて本当にありがとう。そんな感謝の気持ちを込めて私喋るわ。実は今回あなたとのおしゃべりを最後にするって決めたのには理由があるのよ。私のおしゃべり付き合ってて疲れるでしょ。はい、ああいいのよ、そんな気を使って嘘なんて。って本音、ちょっとは乙女心に気使いなさいよ。まあいいわ、私実は恋しちゃったのね。は、俺に恋？こんなおばさんが恋だなんておかしいわよね。笑ってもいいのよ。でも本気なの。心は20代なのよ。いや、おかしくなんかないよ。いつだって恋はハリケーンだもんな。最初に会った時に話したわよね。お茶屋さんの前で偶然会った昔の友達のこと。そう、小太郎ちゃんって男の人よ。再会した時からずっと彼のことが気になってるの。でも男の人っておしゃべりな女の人嫌いでしょ。私この性格やめたいと思ってるのよ。いいよいいよ、それが咲子さんのいいところ。あれからたびたび2人で会う機会もあるんだけど、脈あり。気づいたら私がずっと喋ってるのよね。せっかく小太郎ちゃんと会っても、家に帰って振り返って考えると、あ、今日小太郎ちゃんの声聞いてないって日もたまにあったりして。小太郎ちゃんにも問題ないかそれ。そういう時は自分で自分のおしゃべりさに呆れるわ。小太郎ちゃんのためにも私変わらないといけない。だから今日で長話する私はおしまいにするの。そんなに簡単に変われるはずない、そう思ってるでしょ。でも残念、私にはちゃんと秘策があるのよ。人前でおしゃべりがしたくなったら、持ち歩いてる梅干しをそっとたいいね、梅干しをそっと食べる。そしたら口がむぐってなって喋れないでしょ。かわいい発想、なんか言ってあげなさい。それがどうしたって顔してるけど聞くのよ、これ本当よ。もちろん秘策はそれだけじゃないわ。そんな一時的な方法だけじゃダメっていうのはちゃんと分かってますからね。最近はほぼ毎日ね、夜に家を抜け出して近所の畑に行くの。そこで今喋りたいこと、思ってること全部ぶちまけるの。立ってるかかしに。そんなに喋りたいの？病的だね。
小太郎ちゃんだってそんなおしゃべりな君が好きだよ。あなたの部長面で慣れちゃったせいか、かかしの方が表情豊かに話聞いてくれる感じがしてとてもいいの。その点お礼を言わなきゃね、あなたに。夜かかしに喋りたいこと喋り尽くしてるわけだから、昼間そこまで誰かと長話しなくてもいいという寸法ね。頭いいでしょ。でもやっぱり本質的なことは変わってないのよね。長話を誰にも聞かせないのは事実だけど、かかしに喋ってる時点でおしゃべりなの変わってないし、こんな自分を騙し続けるやり方で本当にいいのか、本当に私変われるのかしら。知らないよ、やってみ一回。そんな葛藤の中、あなたに長話を聞いてもらってる私、つくづく罪な女よね。自分で自分が許せないわ。でもね、こんなに悩むくらい今回の恋は本気なのよ。彼の好物大根の浅漬けも美味しく作れるように練習してるし。いやでも努力家っちゃ努力家だよな。明るくてまっすぐでいい女だよ。彼の趣味海釣りなんだけど、いつお誘いが来てもいいように海釣りの練習一人海まで行ったわよ。いい女、いい女だな。その時は初めてなのにカツオが釣れたわ。しかも筋がいいあとはただ一つ、このおしゃべりな性格を直すことさえできればいいんだけどね。おしゃべりな女はお嫌いですか、殿方。咲子さん。うわ、小太郎ちゃん、小太郎ちゃんでしょ、ちっちゃいね。小太郎ちゃん、話は聞かせてもらったよ。僕のためにそんなに努力してくれてたなんてありがとう。いやね、全部聞いてたの私ったら。なんて恥ずかしい女なの僕は咲子さんのおしゃべりなところも好きなんだから、無理して直そうとしなくていいんだよ。むしろ咲子ちゃんのおしゃべりをずっと聞いていたい。いや、いい男じゃない、お似合いのカップル、小太郎ちゃん何もかもいらない心配だったみたいね。あなたにも随分お世話になったわ。もう私あなたから卒業できそうよ。俺は踏み台だったってわけか、咲子。そうみたいだな。これからは俺じゃなく好きな男に話を聞いてもらえ。うん、そうね、そうするわ。ありがとうね、色男さん。じゃあな、仲良くやるよ。あ、待って、なんだ、ちゃんと私のもういいでしょう。ちゃんと私の話を聞いてたか確認したいんだけど、もういいでしょう。やらないとダメか。ええ、もちろん。今回はテストされるような内容じゃなかったけどな。じゃあね、これは覚えてる？私がおしゃべりな性格を直すために夜な夜な話しかけてたものは？お地蔵さん、かかし、飼い犬、かかし、即答。かかしだろ。そうそう、私が夜な夜な話しかけてるのはかかし。突然の質問にもしっかり答えてくれるなんて、それだけ私の話を真剣に聞いてくれてたのね。まあ、最後だと思えば可愛いもんか。おい、来い。でもね、夜中に畑でかかしにブツブツ話しかけてる女がいるってことで、ご近所ではちょっとした怪談が流行ってるのよね。じゃあ次、小太郎ちゃんの好物何だったかちゃんと覚えてるわよね。覚えてる、大根の朝。いや、全部大根。これはなかなか難題であろう。でも私はわかる。大根おろし。大根おろしが好物っていうの渋くてかっこいいね。浅漬け。大根の浅漬けだ。そう、そうよね。彼の好物は大根の浅漬け。今では私の得意料理になっちゃったわよ。ほんと？咲子さん、嬉しいよ。いや、マジで。尽くす女。咲子、いい女。やだ。もう、恥ずかしいこと言わないでよ。何を見せられてるんだ。家でやれ。家に帰ってイチャイチャしろ。あ、ごめんなさい。あなたのこと置いてけぼりだったわ。それじゃあね、最後にこれだけ聞かせて。私が海釣りの練習で釣った魚は何だったかしら。カツオ、スズキ、男男一本釣り釣ってカツオ。はい、カツオだな。そう、カツオ。初めての釣りにしては上出来よね。もうバンバン歳でしょ。まさにこれ、恋も釣りも大物釣り上げちゃったってことかしら小太郎は小物だろうが。とこんなところかしらね。あなたがどれくらい私の話を聞いてくれてたかよくわかったわ。素晴らしい話の聞きっぷりだわ。完璧よ、完璧。そうよね、今回で最後だったものね。ちゃんと話を聞いてくれてありがとうね。そうだな、今までの俺受け取ってくれるかしら。うん、ありがとうね。いつも高そうなものを。今まで私の長話に付き合ってくれて本当にありがとう。これからは彼、小太郎ちゃんに末永く長話に付き合ってもらうことにするわ。でも寂しくなったらいつでも呼んでね。あなたと私の仲だもの。おしゃべりするためいつでもあなたの元へ駆けつけちゃうわよ。いや、遠慮しておくそう言うと思った。最後まであなたらしいわね。また機会があればお話ししましょう。じゃあね、末永くお幸せに。小太郎、幸せにしてやってくれよ、咲子のこと。もうあの女の長話に付き合うこともないか。
そう思うと少し寂しい気もするな。なあ、終わりました。うんうんうん、長話で長いサブストだったけど楽しかったですね。先子ストーリー完結です。はいはいはい。俺がサブストやってる間もリュウジ君は女性と楽しんでるんだろうな。男やな。はーい。うんうん、これが最後の長話。少し寂しく感じはしないな、しないな。よーし、今日はここで終わりにしよう。西郷どんにも会えて、明日は伊蔵ちゃんに会いにムクロ街に向かっちゃうとしますか。はい、ご視聴ありがとうございました。